常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録お願いします。いやーですね、昨日ですね、おはようテラちゃんね、3連休の最終日にですね仕事したんで、ちょっとなんか悔しいんでね、ワーケーションしてやろうかと思ってね、このログハウスね、これ背景だけじゃないですよ、ちゃんとログハウスなんですからね、お見せしないですけど、来てみたんですけど、まさかのこの、インターネットのですね回線がないというですね、そういう目に遭いまして、動画がアップできませんで、昨日撮った動画を先ほど、上げたと思うんですけど、これ実は2日目です2日目です。やっぱりこのねワーケーションの環境まだ整ってねえのかなと、いうふうに思いました。はい、一応ね、持ってるんですよ、モバイル Wi-Fi は。でもね、この動画結構 4K のカメラで撮ってるんで重たいので、これでね、モバイル Wi-Fi で上げるともう 何時間とかかってしまうし、あともうね、パケの上限も超えちゃって、その後ちょっといろいろ仕事に支障きたすんで、すいません、ちょっと Wi-Fi のある環境までですね、山を降りて、これをアップロード、して、今はこんな感じなんで、さっきの動画とこの動画の間はですね、多分12時間ぐらい間が空いてると思いますが、そこはちょっとね、キュッとこう詰めてね、ブレアウィッチプロジェクト的にこの時間がこう前後してるというふうに考えていただければと、思うんですが、ワーケーションでね、ちょっと思い出したんですよ、日本の上級大企業様、はい、ワーケーション禁止されてましたよね。天下の伊藤忠商事様のようなですね、上級国民、上級社員の皆さんがですね、通われている会社におかれましてはですね、原則出社というですね、感じでこのね、流行り病ある程度落ち着いたところから、やってたわけですけれども、ここへ来てですね、また流行り病のね、検査陽性の方が増えているという状況で、上級大企業様どうなったのかなと思ってね、気になって調べてみたんです。はい。そしたらね、結果はね、こうでした。はい。これね、産経新聞ですね。産経ビズの方に記事があるんですけど、産経ビズの方にね、記事があるんですけど、伊藤忠が20日から原則在宅勤務に、都内の感染拡大受けということで、いやー、さすがですね。やっぱ商社さんというのはですね、やっぱ風を読むことにかけて、やっぱ、さすがですね。ね。もうこっち風吹いたらこっち、あっち風吹いたらこっちって感じでね。いやー、稼ぎますわ、この人たちは。すごいなと思いました。はい。この記事によるとですね、感染状況が最高レベル、東京都がね、感染状況の警戒度を最高レベルに引き上げたことなどを受け、伊藤忠商事が20日から業務上必要最低限の人員を除き、在宅勤務の体制を取ることが19日分かったということだそうです。はい。で、同社は、感染状況に応じて勤務体系を臨機応変に変える方針を取っていると。便利な言葉ですね、臨機応変ね。で、〇〇が分かったからこっちに変えるみたいなね。臨機応変ってこういうことか。なるほどね。はい。で、半数出社、半数在宅の勤務体制、3月6日にね。あ、実は、しれっとですね、3月6日に半数出社、半数在宅とか変えてたんですね。あれほどですね、原則出社とか言ってね、日経新聞にも取り上げられてね、もう昭和のね、経営ポリシー守るみたいに言われていた、このね、伊藤忠商事さんなんですけども、意外とそのポリシー、ふにゃふにゃだったということなんですかね。しれっと実は3月6日にね、半数出社、半数在宅にしていたと。ね。で、緊急時には在宅勤務とするなど、きめ細かく出社比率を調整していると。で、現在は2割の社員が在宅勤務だったそうですね。でも感染が増えたんで、原則在宅にしました、みたいなね。こういうなんかあれですよね。出回りの大義名分を使ってですね、こっちに振ったらあっちに振ったりしてると。いや、ね、私ね、思うんですよ。同じ経営者として。伊藤忠様ほどのね、上級大企業ではないね、本当に下世話な中小企業の、経営者でございますけれども、はっきり言ってね、この新しい働き方の方が効率いいのか悪いのかってそれだけだと思うんですよ、ね。すっげえシビアな言い方しますけど、数字出るのか出ないのかってね、そんだけだと思うんですけど、どうなんですかね、やっぱ数字出ないんですかね、伊藤忠さんね。隙あらばなんか原則出社に戻したいってことは、在宅だとやっぱり結果が出ない業種さんなんですかね。それはね、そういうことだったらもうこれ仕方ないと思うんですよ。だって現場でね、ほら生産現場にいらっしゃる方とかはやっぱ現地にね、工場行かないと仕事にならないわけですから、そういうのはね、実際そうだったらいいんですけれども、本当のところどうなのかなと、いうふうに思いました。
まあいや原則出社ポリシー通されるならまあそれで結構なんですけど、まあどうなんでしょうね。私はまあ自分で会社の経営やってね、まあうちの業態にもよるんですけどね、まあそれは事務なんかはね原則出社ですけど当たり前ですけれども、まあ、他のね、業態に関してはね、まあ、なるべく在宅でやる方は在宅でいられるようにやってるんですが、まあどうなんかなというふうに思います。でちなみにですね、別の会社ね、外資系ですけれども AIG 損保様ね、これも外資系上級大企業様ですけれども、こちらはですね管理部門を完全在宅勤務へということで、来年度からですね AIG 損保がですね、まあ、感染防止のために一時導入している在宅ワークについて、出社義務のない完全在宅勤務フルリモートワークとして制度化を検討しているということが分かったそうです。まあ、こういうね、まあ、会社も出てきますよね。でね、私最近ね四季学さんの、ね案件で YouTube 出てますけど、皆さんね四季学のねこれね四季学チャンネルってやつねぜひ見てください。あれでね結構インタビューしてますけど、伸びてるベンチャー企業の社長はね今回のこの在宅勤務ねチャンスと見て、オフィスのね構成を変えたりとか、それからねその勤務形態そのものももうこのままでいいよっていう人が結構多いですね。で伸びてるところほど、まあ、今回の、まあ、コロナショックでね一時的にはちょっと業績下がったけれども、もうその下がったのを埋めてあまりあるぐらいのもう V 字回復とっくにしてますみたいな社長さんは多かったです。でそういう人に限ってですねやっぱり在宅勤務元に、戻さないという人も多いみたいなんですよね。まあ日本の企業どうなのかな。まあ伊藤忠さんのようなところだったらねどうなんですか。なんか別に海外出張行かなくてもリモートで済むんだったらね出張代安く済んで良さそうなんですけど、やっぱそこはあれですかね、対面して何が不思議みたいなね、ザ接待みたいなそういう話になるんですかね、よくわかんないですけどね。はい。でね、これに関連してですねヤフーニュースでねこんな記事を見つけました。はい。テレワークをやめた社長の言い分、コロナより深刻な同調圧力の感染力、組織力の低下が招く毒ということでですね、これね加藤さんというね売れる通販というのをやってる人かな、加藤さんというね社長なんですよ。元ね広告代理店からね独立されてね広告代理店から独立されてね、加藤浩一レオさん、ブラジルサンパウロ生まれのね、三菱商事朝 2DK を経て売れるネット広告社っていうのをね作ったまあ社長さんなんですけど、この方がですねその在宅勤務辞めたというまあその、記事というかね、まあ、インタビュー記事というかな、これをまあ出てるんですけど、これ読んだんですが、はい、私も読みました。うん、あ、なるほどそういう人もいるんだと思って読んだんですけど、数字がちょっと一つも出てこないんですね。恐れながら申し上げますけれども、要はその在宅勤務をやってその会社の業績に悪影響があったとかそういうねなんかねその定量的な話は一切出てこなくて、唯一ですね、この方が、書かれているのはですね、ですねこれですね、原則テレワークのね、概読としてですね不公平感が高まるっていうことを書いてらっしゃったんですよ。はい。これどこだったっけな、これかな、あれこれじゃないや、あれこれ違うわ、同調圧力でね、要は同調圧力でテレワークを導入、あ、これだ、長期的なテレワークは組織を崩壊させるということでですね、加藤さんの書いてあるそのまま読みますね。一時的に、非常時に一時的に導入だけな、非常時に一時的に導入するだけならいいですが、ずっとテレワークを続けていると中長期的には組織が崩壊すると私は考えていますね。これ あくまでも主観ですね。はい。日常の 業務に必要なやり取りや情報のインプットなどの作業ならテレワークでも問題ありませんが、テレワークが長期化すると信頼をベースにした深い学びや価値創造などの仕事は必ずレベルダウンすると思うからです。はい、思うからです。はい。私自身も、仕事でビデオ会議からメールまでありとあらゆる効率化のためのツールを使っています。売れるネット広告社でもウェブ会議やウェブセミナーを実施することで証券が広がったり移動時間が減ったりするなど恩恵もありました。ただしそれに依存しテレワークを ずっと続けていると中長期的には組織が崩壊し業績は下がると予測します。はい、ということなんですよ。でそう思う、そう予測すると、いうことで、でその中でですね、なんかねその絶対に出社しなきゃいけない社員とテレワークができる社員の間でねなんかその不公平感が広がるんだと、でその不公平感がね組織をダメにするんだと言うんですけれども、まあ、これもですねちょっとそのなんていうんですか、まあ根拠ね、数字的な根拠っていうのはちょっと示されてないので、まあ果たしてどうなのかなと、まあその思う予想する経営者ですからね、
当然そう思う予想して、自分とこのね事業計画なりそのね事業の方向なりそういうのをコミットしているので、まあ、この加藤社長はですね自分で責任取らなきゃいけないんで僕はいいと思いますけどね、責任取らないなんて最悪ですけど一般人ねよくあのいますよねあの株式談義で勝手ねえくせになんか適当なこと言ってるやつ、あれのやっぱ全然マシだと思うんですけど私はですねあのまあ自分の経営スタイルとしてね思うとか自分が予想するっていうだけではですねそういう経営判断はあんまりしないかなやっぱそれなりのですねやっぱねあのエビデンスねエビデンスを持って私からはそう見えるとかねそういうのであんまりやってしまうとどうなのかなとあの経営者としてはちょっと大やけどするかもしれないなということをですね恐れながら、申し上げておきたいなと思うんですけどねまあどうなんでしょうねだって実際に恩恵もあったって書かれてるわけですからその恩恵をですねぜひ定量的に出していただいてでこれからねまあ加藤社長が予想されるそのねデメリットの部分を定量的に出していただいてまあ単純これ比べてどっちがいいのかっていう話になるんじゃないですかまずはそういう、ね、比較考量が、普通の経営者だったら必要だと私は思うんですけれどもまあちょっと加藤さんはですね、まあこういうちょっとね、あのみんなで集まらないといけないんだみたいなことを書かれていると。まああの元々ね、あの上級大企業様の三菱商事朝通 DK でね、こういうところの出身のお方ですから、まあ、気持ちがその、上級大企業様と同じところに、あったりするのか、あでもこれは僕は思うってだけなんでそんなことないですね。もうあのベンチャーでね、あの。酸いも甘いも見てきてね、苦労もされてる方だと思うんで、まあそれも経てですね、あえてこのまあ上級大企業様と同じようなことを言われてるということなんで、まあ加藤さんはそれなりの多分根拠をお持ちなんでしょう。はい。あのまあ、で、あの、加藤さんやっぱすごいところはですね、あの、ご自身でやっぱりリスクを取られてこういう発言をされてて、ご自身の会社でもそういうまあ経営スタンスを取られてるということですので、まあこうやって言っといて実はやらないかもしれないしね、まあまあこういうのはやっぱりあの、ありですよ。だってもうこの人自分で責任取るわけですからね。まあ責任も取らないですね、適当に言ってるだけっていうのはちょっと勘弁してくださいっていうね。まあそういう感じですかね。はい。まあ私はですね、まあ加藤社長とは逆にですね、在宅勤務進めた方がいいと思います。いろんな意味で経営も効率化しますし、まずはね、社員の残業が減る。これやっぱ一番いいことですよ。なので、もう残業減らしてですね、皆さん地域の活動やってね、神社に行ってください。ね、先祖をお祭りしてください。この日本を守るためのね、活動をね、ぜひね、浮いた時間でやってほしいと、ね、いうふうに私は思っております。はい。ということで、今回の内容面白いなと思った人は、高評価のボタンを押してください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー。